はい、どうもダクダクです、本日はですね、つむつむやり始めたというのを前回いたしましたが、今回はボックスを開けてみたいと思います。まあ、5回しか引けませんけどね、無課金なんで。いきましょう、5回引くぜ。何かいいのが出れば、ちょっと持ってないのが出れば嬉しいです。はい、未だに何が強い、あ、これ誰、エージェントサーティ。能力が分かんないんだけど、能力が分かんない、ちょ能力が、まあいいや、ちょっと立て続けに行きましょう。一回全部引き切ろう。はい、行きます。次、さあ、持ってなかったからまあ嬉しいです。はい、あ、これも持ってない、フィル・コールソン大丈夫、一般人の方ですか、わかんないよ、ほんと。俺、マーベル知らねえからさ、もうちょっと知ってる、なんかスパイダーマンとか欲しいな。お願いします。よっ！あ、かわいい！ロケットラクーン。かわいいじゃん。かわいいの出てきました。つか、ちょっとこれ見ようか。これのガチャなんでしょ、多分。シビル王の、対象キャラクターが出やすいっていうことなのかな？キャプテンアメリカ。アイアンマン、マークセブン。マークセブン持ってるわ。ブラックパンサー、エージェント、あ、なるほどね。はい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 。こういうのが出やすいってことですね。なるほどなるほど。まあまあまあ、引きましょう。他にもね。あと2回やるから。先にこれをやるべきだったよね。はい。あ、いいのが。あー、また前回も出たよ、ペギー・カーター。これ5、え、これ4体目だよ。ほらほらほら、ラック4。ペギー・カーター、フィーカーターを強くした方がいいのかな？これラックってやっぱりあれかい？報酬がもらえたりするのかな？さあラスト行こう！多分新しいの。今どこでも出てないのいっぱい出てるからな。さあ！キャプテンアメリカ！誰？あ、ファルコン？ファルコン？ファルコンさんってね、メグイン TV さんにもいますけど、関係ないよね。あ、まあ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 。持ってないキャラが何体か出た。まずファルコンでしょ？ファルコンは？はい。スカイハイ。どんな能力、高速で飛行し横ライン上に積むを消去。ああ、これアイアンマンとかと一緒なんじゃないの。そういうわけじゃない。こういうスキル持ち、これはレッドウィング、少しの間積む2種類になる。すげえ、2種類なんていっぱいコンボし放題じゃん。ほら、フィル・コールソン、ふんふん、ランダムヒーロー呼び出し。どういうこと、どういうこと、召喚、なんかインカムで呼ぶの。50本コンボごとに一定確率発動し、少しの間ブラスト属性のスコアアップ。あー、俺ブラストいなかったからな、これ嬉しいな。メガブラスター、強力なエネルギーを放つ銃で、画面中のツムをまとめてしよう。なるほど。中央っていう限定がされてるな。なるほどな。あとは、あ、この、かわいい子ね。アライグマくん。ロケットラクーン。これアライグマでいいのかな。タクティ、ションランダムでボムを発生させ、少しの間ボムを作りやすくなる。そうなの、スキル使用時に一定確率で発動。なるほど。スペシャルは重火器乱射。武器を使うクマくんなんだね、多分ね。タヌキさんにも見える。あ、これね、エージェントサーティー、インテリジェンス。情報収集分析し、いろいろな高価なランん、いろいろな効果をランダムで発動。マジか運ゲーじゃん、パルプンテ、パルプンテ的な。コンボ受付時間をアップ。コンボ受付時間ってあれか、いっぱいこう細かく消すとコンボってつながっていくんだと思うんだけど、それが長くなるのか。なるほどね、それもいいかもしれない。キャプテンアメリカとの、連携技で画面両端を縦ライン上に消去。なんか使いにくそうだな、でも。なんか使い勝手がわかんないけど、結構特殊な使い方をするときに、なんかここぞっていうときになんか、一定なこう、なんだろう、ところでは力を発揮するみたいなキャラなのかな。ちょっとわかんない。使い方が、なんともわかんないですけど。はい。というのが今回の結果でした。なんかいろいろね、ストア行っても、あれですけど、いろんなイベントがやってますよね。このなんか降臨というか、クロスバトルのね、モンスターとかもなんか手に入るらしいんですけど、全然手に入り方がわかんないので、これはなんか倒したら一定確率でもらえるたりとかするのかな、わかりませんけど。はい、またねやっていきたいと思います。
ます。それではご視聴いただきありがとうございました。またボックス動画みたいなあげるかもしません。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければチャンネル登録、コメント、評価ボタンもよろしくお願いします。チャンネル登録は動画下のチャンネル登録ボタンをタップ、パソコンの方はクリックしてみてください。タクタクはツイッターもやっております。ツイッターのリンクは動画下の三角をタップ、出てきた動画説明欄のツイッターの URL をタップしてみてください。ツイッターの検索バーからもタクタクで探せます。ツイッターでは最新動画の更新情報、ライブのお知らせ、イベントのお知らせやタクタクの謎なつぶやきを楽しむことができます。チャンネル登録とフォローしてくれないとお仕置きだべー。